ごめん、3人とも冷静になってきてくれ。俺たちは間もなく試合に負ける。その負ける敗因というのは私のギブアップなんです。膝がパッツンパッツンで、松井さん、ギブノン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 、俺はギブアップするけど、その前に昨日徹夜で昔話考えてきたんだよ。昔話終わったら高らかにギブアップの歌を歌いにしてくれる。最後にこれだけ聞いてください。